吉川博士は日本の政治家。愛知県甘郡十四山村長、愛知県議会議員、参議院議員、農林水産政務次官、参議院農林水産委員長などを歴任した。地元では水の神様と呼ばれた。愛知県甘郡十四山村出身。祖父も父親も十四山村議会議員だった。1941年3月。 愛知県立津島中学校を卒業した。その後、東京第三師範学校を卒業した。戦後、十四山村議会議員を務め、1949年に十四山村長に初当選し、4期務めた。1965年に愛知学芸大学名古屋分校4年課程設置の陳情を行った。また、 伊勢湾台風の被害から7年後の1966年には、十四山西公園内に、伊勢湾台風災害復興の石踏みを設立した。1967年、愛知県議会議員選挙に、海部軍選挙区から自由民主党公認で立候補し、初当選。県議を4期務めた。1983年6月、 第13回参議院議員通常選挙で愛知県選挙区に自由民主党公認で出馬し初当選を果たした。党内では田中派に所属した。1987年7月、形成会が結成され、田中派が竹下派、二階堂グループ、中立系に3分裂した際は竹下派に移った。同年11月に発足した竹下内閣で、 農林水産政務次官を務めた。1989年、第15回参議院議員通常選挙で2度目の当選を果たし、参議院農林水産委員長などを務めた。1995年、自民党県連は参院選に向けて、吉川の公認を一旦決定したものの、公認申請を行った県議の鈴木正次との友倒れを恐れ、同年5月10日、 参院選の候補者を鈴木に一本化した。その結果、吉川は衆院選、愛知九区に倶替えをさせられた。1996年9月20日、第41回衆議院議員総選挙の愛知九区において、新進党の回復都市記に惨敗した。2008年7月2日、愛知県八戸市の病院で肺炎のため死去。85歳没。ありがとうございます。